久保さん、今回15年前の、15年前で、15年前の歌が1600万回にしましょうか。15年前の歌が1600万回。まあ,あの、久保さん知らないと思いますけど、デフテックの My Way っていうね、My Way っていうのがあるんですよ。で、それがあの4ヶ月前ぐらいにアップロードされて、まあ、僕たちはこの曲から始まりましたっていう、まあ、セスから入って、まあ、歌い始めるんですけど、 それ1600万回ですね。<laughs> 15年前の曲ですよ。で僕も、まあ、コメント欄も見たんですけど、当時これをすげえ聞いて、やってまあ、頑張ってましたとかね。まあいっぱいコメントあったんですけど、僕もね、当時めっちゃ聞いてたんですけど、あれから15年経ったのかと。そして15年後、公開して1600万回ってすごくないですか <laughs> だから過去にやってきたものですら、 未来に使えるっていうね。この現象。でも、過去やってなかったら未来も使えないし、今やってなかったら未来に使えないし、わかります、まあ、つまり、過去とみ、過去と現在と未来は一緒ってことですよね。過去現在未来は一緒であると。過去現在未来は一緒であるにしましょうか。うん。過去現在未来は一緒であると。まあ、点と点とどうつなぐのかですよね。うん。でも、 現在何もやってなかったら未来につながらないし過去にもつながらないと。だ結局その積み上げてきたものが何だったのかっていうただそれだけかなと。今日何やったのか。まあそれが全てなんじゃないかなと思います。今日何をやったのか。今日どう生きたのか。今日何を買ったのか。今日何をしたのか。 うん多分ただそ、ただ、とてもシンプルな現象だと思うんですよね。でも、多くの人は、なんか、成功した人とか、あのお金持ってる人とかを見ると、なんか、嫉妬したりとか、指さしたりとかするわけですよ。まあ、僕がありがたいのは、久保さんのね、歴史を知っている、久保さんが過去に何をやってきたのかを知っている、一番最初を知っている、そして今も知っている。 そして今現在、今現在のこのリレーもしやり取りしている <laughs>、うん。なんかね、やっぱね、あの、うまくいきたいんだったら、うまくいってる人たちの、うん、点を見ろってことですね。うん繋いでる、つなぎ、つないでる栄光の架け橋をどう作ったのかっていうところを見ればいいんじゃないですかね。うん、なんか栄光の架け橋だけ見て見、栄光の架け橋を見るんじゃなくて、 あの繋いだ駆け足をどう工事して作ってきたのかそこにはどんなドラマがあったのかそんなそこにはどんな苦しみがあったのか,だからプロジェクト X とかも、まあ、全分かりやすいですけどねどうやってそれが出来上がったのかっていう壮絶なるストーリーがあってでもそこはねやっぱ見ようとしないんですよねなんでですかねだかそれが全てじゃないですか 家庭,か家,庭家庭が結果を作り出してると思うんですね、僕は。結果がすべて、ビジネスにおいて結果がすべてなんですけど、結果っていうのは家庭が作り上げてるんですよ。例えば、先ほどの橋、すごいその、た分岡山と、うん、岡山と四国をつなぐ橋、大きい橋あると思うんですけど、じゃあ、あの橋どうやってできたのかって話ですよね。 うん、そこにはその何年かかって作ったっていうプロセスがあるわけじゃないですか。東京にもレインボーブリッジありますけど、あれもあの作るまでのいろんな過程があったし、だそこをな見ないんですよね、みんな。うんいやいやとそれ相応のことをしてるよと。あなたはそれ相応のこと今してるのっていう、ただそれだけの話で。なんか久保さんだからいいんでしょとか、久保さんはいいですよとね。吉谷さんは どのこうのとかなんか言われることはあると思いますけど、あなたはじゃあ今日何したのっていう <laughs>。今があるのは今を作ってるからだよと。いいんじゃないですか。今があるのは今を作っていると言ってらっしゃる。